反省会しまーす。お疲れ様でした。今日反省ある人。今日は結構あるんじゃないですか。今日はね、いろんなところであるんじゃないですか。ね、バタバタしちゃいました。店内的にね。このねバタバタが一番現れたのは最後のテラスでした。動画。嬉しい。まだですよ。なぜくんにだけはめっちゃ受けましたね。はい、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。そしてですね、プリクラ写真だけではなくこのように動画、申し訳ございませんでした。どうしました、あれは。すいませんでしたね。ただ言い訳ではないんですけれども、スタッフさんがずっと動いてる動画を確認してくれてたんですよ。で、時間がまあギリギリだったんですけど、ディレクターさんが行けということでこう出してくれたんですよ ね、 その動画を。ねえねえねえ。ただ止まってたんですよ。そうなんだ。そこで、あれこれはと思ってやっていたら、気づいたら終わってました。そう、ね、裏面だ。さあ、今日は私から皆さんに聞きたいことがあります。はい、私4月でアナウンサーになってから丸々1年経ちます。あっという間だね。もうすぐなんですよね。ということで、皆さんのデビュー1年目の様子がどうだったのかっていうのを気になって、ちょっとお聞きしてもいいですか。いいと思う。ではまず小俣さんから。1年目、何がきっかけでデビューされたんですか。きっかけは、はい、あのちかほ、うん、今の事務所の方に声をかけてもらったのが、地下方をお母さんと歩いてた時で、で、ちょっといいですかみたいな、後ろから声かけられて、で、私たちこういうのやってるものなんですけどって言って、サツコレに出てみないって。それなんですね。それ行くわ。でもまあお母さんと一緒にいたし、まあ、安心、なんか変な人じゃないなって思ったんで、はいはい、じゃあはいみたいな感じで、まあ後日話を聞いて、そのままこうお世話になるっていう形になりました。じゃあデビューはサツコレなんですか。デビューサツコレです。すごい、すごい、かっこいい。ね、右も左も分かんないまんまなんか入って、お母さんがめちゃくちゃ緊張したって。あのステージ真ん中歩くやつですね。そう、真ん中歩くやつで、ランウェイをこう歩いて、だから全然なんか覚えてなくて、なんかそのお客さんのそのいる空間とかのなんかこう実感のないままこう歩いて、でなんか母親に後からもう本当に転ぶんじゃないかと思って、ドレスも着たのその時初めて、でドレス着て歩くのとかももう本当につまずくんじゃないかと思って、すっごい緊張したわってそう言われた思い出が。それ何年前くらいですか。もう結構前11年前。あ、じゃあ今年も11年目12年目。そう、11年目になるのかな。11年前の小俣さん見てみたい。ね、さっきこれで歩いてるところ見たいですよ。見たいですよ。見てみたい。すごい、全然覚えてない。この衣装全然覚えてない。すごいスタイルいい。そのデビューの時の写真でしょうか。そうですね。本当に初めてですか。何歳ですか。19歳になるとか。大人っぽい。かっこいい。いいですね。恥ずかしい。すごい。こういう感じで地下歩歩いてたら、そらスカウトしますわ。この格好で歩いてたんですか。衣装衣装衣装。モデルウォーキングをそもそもやったこともなかったのに、こうやってサツコレ出るってなったから、それを言われたのがでも本当1ヶ月半ぐらい前、サツコレの1ヶ月半ぐらい前に声かけてもらって入ったから、もうそこからでも毎日練習に行きました、事務所に。もうとにかく歩けるように、先輩たちと並べるようにと思って、もう毎日歩きに行きました。圧倒されちゃいました。よかった。さあ続いてルナさん。はい、わあ嫌ですね。先輩の後に。ルナさんのきっかけは。私はなんかコンテストがあった付近でこう見ていて、そしたら今のドンクに声をかけられてスカウトされて、それをきっかけに入りました。それいつ頃ですか。その話をかけていただいたのは多分高校1年生ぐらいで、で入ったのは高校2年生ですかね。確かいっぱい人が見ているところで初めてのお披露目となったのが、パセオのファッションショーで、
までモデルのお仕事ってやっぱり歩くんだろうなと思ってたんですけど、うん、それこそ CM の撮影があった時に、あ、こんな感じでやればいいんだみたいな、結構いけるかもしれないって自信あったんですよ。でもファッションショーになった途端にもう歩き方全然ダメダメってすごい怒られて、あ、モデル業界ってすごい厳しいんだっていうのをもう感じて、本番前にすごい泣いちゃったんですよ。ちょっとなんか今後の未来のモデルが違うんですよ。愛があるからね。愛がある、ね、そう、愛があるってのアドバイス、愛のあるあの教えと無知で、でも私はなんでできないんだろうっていうその悔しさから泣いちゃったんですけど、でも本番ちゃんと歩いたらちゃんとその後できたねってすごい褒めてくれて、あ、やりたい、やり続けたいって思いました。デビューは高校2年生の時。そうですね、高校2年生の時。いやー、その時のルナさん見てみたいです。いやいい、見なくて、もしかして、まだモデル始めたばっかりだったので顔がパンパンなんですよ。顔がパンパンだし、ちょっと恥ずかしいですね、沙織さんの後に。やだ、これがその本番前に怒られたって言ってたの。涙流したの、涙流してたとは思えないぐらいの満面の笑顔で、満面でこれが出せてね、もう内心ドキドキです。ちょっと2人のランウェイ見てみたいんですけど。ダメですか、ここで、ここで、ここでですか。当時の気持ちを思い出して、思い出して、すごいなんか、お前らの時より違う汗が出てきてる。すげえ、すごいわ。何がすごいって、あの即席でやったのにタイミングとか振り返るのとか、ぴったり、びっくりしました。ちょっと下がりすぎじゃないですか。で、ちょっと私もいいですもん、大丈夫。さあ、では続いてヒカルさん。俺、デビューのきっかけは何ですか？僕のきっかけはですね、まずノール自体がオーディション番組だったんですけど、その応募したきっかけっていうのは、僕は、お父さんが応募しました。そこで、あの、僕はですね、あのちょうど高校卒業する時で、うん、もうすぐ大学行って野球をするっていう人生があったんですけど、そこであの高校のね、引退してからその顔出して、高校の部活にでずっと練習してたんですけど、で休憩時間部室で休んでたら、いきなりメール届きまして、うん、知らん人から、そしたらなんか書類選考通過しましたね。僕のメールアドレスでうちの父さんがやってて、で僕に届いて、なんじゃこれやと思って、うん、で家族に言ったら、あ、勝手に出しといたからみたいな。あ、でそれでパッてなんか、ね、いきなり日時決められて、そこに行ったら、うん、いろんな大人がいて、うん、で同じオーディションの方々がいて、うんうん、って感じですね。なんかジャニーズあるある。僕が全身で撮るときは、野球やってたからゴロを撮る格好をして、あ、そういうことだね。で、しかもそうショートでね、これね、今の説明聞かなかったのか、お相撲さん、お相撲さんをしてるのかな。友達に、なんでお前だけ変な格好してるよく言われました。真面目にやれよ、オーディション。お前来るぞ、次。お前来るよ、マジでやめてるよ。めっちゃ恥ずかしいんだけど。続いて来ますよって、大成さん。はい、大成さん、お願いします。どうしよう、ちょっと絶対出ないような話しないとな。僕はね、あの高校生の時に、高校2年生ぐらいの時に、うん、あの近所の深川市っていうあのとこに住んでたんですけど、うんうん、深川市のカラオケ店、ちっちゃなカラオケ店に針金がね、針紙か、あのカラオケオーディションみたいで、カラー、ね、針紙が貼ってあって、うんうん、優勝商品が50インチのでっかいテレビだって言われて、であの友達10人ぐらいで受けたんですよ。して僕だけなんか順調にファイナルステージまで行って、もう趣味で遊んでやってただけなのに、して行ってファイナルステージで、まあなんとかテレビはもらえず、まあ8位ぐらいの結果で終わっちゃったんですよね。何千人もいたんですよ。でもして終わって、そう、あの何千人もいたんだからね。すごいんだよ僕。すごいと思います。そこでね、僕のなんかその
テレビ当たんなかったら終わったと思ったらね、うんうん、なんか怪しげな電話がかかってきて、その後あの札幌に来れませんかって電話かかってきて、誰かに電話番号教えたっけなと思って、うん、でもあ分かりました行きます、電車診断してくれるならって言って、そう電車診断してくれる、札幌に行ったらすごいのよ、ここがまた、うんうん、もう怪しげな、もうここら中にヒゲがもったもった生えてる目がパッチリした、なんかちょっとイケメンだけどヒゲがもうすごい残念なね、残念な人がいて、あの人、あの人です、そうあの人現マネージャーさんがいて、そうここにいらっしゃる、あのそのもうすっごいヒゲが生えてて、もうこの人剃った方がいいんじゃないかなってずっと思ってて、はい、そんな人にあの、まあ、スカウトみたいなのをさせていただいて、それから、まあ、オーディション番組にこういうのがあるけど調整してみないかいって出たのがちょっと経緯ですね。ここはもっとブサイクのあったでしょ。なんでよ。ちょっとかっこいいやつなんで。なんでよ。ずるい。かっこいいじゃねえか。かっこいい。なんか韓国の俳優さんみたい、ね。そうだよね。なんかもう垢抜けてるね。すでに。大成、この帽子さ、俺あげたやつじゃん。あ、そうだ。これオーディション中にヒカルからいただいた。オーディションからヒカルまで良かったんですか。一番最初になんかね気さくに喋りかけてきたんですよ。そう。一番最初会った時に一緒に JR まで行ったもんね。怪しかったよ。怪しくね。そんなこね、でも同じグループなと思わなかった ね、 素敵なデビュー日はありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いては多田萌香さん、恥ずかしい、はい、全員出てくるぞ。出てきた、どうしよう。私は最初中学校の文化祭で演劇をやったのがきっかけで、お芝居がやりたくって、うん、で事務所のオーディションに親に内緒で応募して、そしたら内緒でなんか、まあ、ちょっと進んできまして、でこう反対されつつも、うん、こう合格したんですよ。すごい。その時になんかちょうどうちの事務所で新グループアイドルグループを作るんだけど、オーディションの時にやってた歌とダンス、うん、ちょっとできてたから、うん、やってみないかって言われて、うん、いやでも私お芝居がやりたい、うん、でも人前に立つこう練習みたいなのをしておきたいって思って、うん、はいはい、うん、で私はその当時アイドルオタクだったので、見るのも好きだったので、うん、じゃあやらせてくださいって言って、最初はアイドルから始まってって感じでしたね。お、その時のよっしゃー、やだー、やだー、やだー、これ何歳ですか。え、これ16歳とかですね。これ何の、これはオーディションに受かって初めてこう撮影をするっていう時で、この時はまだ道東に住んでたんですか。そうです。だから毎週日曜日のレッスンを札幌で受けなきゃいけなかったので、うん、バスで6時間かけて通って、夜行で帰ってそのまま学校っていうのを毎週やってました。すごいガッツ感じました。いや皆さんのエピソードから私も元気もらえたので、1年目でとどまらず2年目も皆さんのようにね勢いよく頑張ります。勢いよく頑張ろう。勢い止めずに頑張ります。あなたの、あなたの、私たちは所持者。何の写真これ。最初の1年目のイチオシ祭りですか。うわ、なんか汚れてない。なんかどういう意味だ。素敵ですけど、なんだろう、毒がまとってないというか、なんかこれ、まだ毒されてないかも。ここからね、ほんといろいろ紆余曲折ありますね。大変だったんだ。私もね、毒が入っちゃいますね。たくさんもありがとうございました。ありがとうございました。来週も見てください。あった。